ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。ブラックブレッド、エンジェとティナの天柱ラジオ。ブレッド相原エンジ役平香里奈です。皆さんこんにちは、ティナスプラウト役黒沢智代です。はい、ということでついに始まりました。はい、この番組はですね、4月8日より放送がスタートするテレビアニメブラックブレッドの魅力をたっぷりお届けしていくウェブラジオでございます。いや、始まっちゃったよ。始まりましたね。そう、なんかね、はい、このブラックブレッドの中で登場する劇中劇に天柱ガールズというアニメがあるんですよ。なんでその私たち演じるね、エンジェとティナがその天柱ガールズの大ファンということで、はい、それにちなんだ天柱ラジオというねタイトルでやっていくんだって。おお、天柱ラジオ。でもなんかもう乗っ取られた感しない？します私たちのだよね。そうです、そうです。この曲もね、そうなの、今流れているんですけども。そうなんです。これがね、天柱ガールズの音楽歌ってるということで、そしてね、この番組が4月1日に配信ということで、はい、どうする、うん、4月始まっちゃったんだけど。本当ですよね。なんかでも、うん、新学期感あっていいですよね。いいね、前向きだね。どうしよう、私も嫌だわーと思ってたけど。そうだね、うん、でも早い。でもさ、今さ、おいくつどうしよう、もうおいくつでいらっしゃいますか。私はですね、今、はい、17でございます。やばい、セブンティーンだぜ。でも、もうセブンティーンも残り少ないセブンティーンでございますが。誕生日が結構早めなんだっけね。そうなんです、もう4月10日には。じゃあもう9日後かな。そう、もしかしたらさ、この配信を遅めに聞いてる人はね、もう何日か後には。そうだってことだよね。そうですね。いやー、でも18だもんね。でも2つしか違わないですよね。それにしてもなんだろう、このね、うん、若さもうね、私がずっとそれ言ってるからね。スタッフさんからも、うん、平香さんもちょっと若く頑張ってくださいって言われてるんだけど、頑張っていこうね。そう言われたね。NG が出たので、元気にね、明るく行きたいですね。はい。でもなんか本編はさ、うんうん、まあ、シリアスな、ちょっとだけね、残酷な感じがするんだけど、ね、うんうん、まあ、ラジオまでね、残酷な感じになるとさ、ラジオ残酷ってどんなですか？もう辛いじゃん？貴様、今からラジオを始めるぞ。それもいいけど、だけどまあ、ラジオは明るく行こうっていうことでね、可愛らしくって書いてあるから、はい、元気に行きましょう。はい。まあ、この二人でラジオでおしゃべりするのは初めてって。初めてですね。ね、なんで悩んだの？なんかあったっけ？何もない。でもあれだっけ、ともよちゃんは、はい、ラジオのレギュラーとかは初めてなんです。めでたい、このラジオが初と。初です。でも全然緊張してる感じしないんだよね。緊張して顔今真っ赤じゃないですか今。うん、全然いつも通り。全然暑い。大丈夫だよ。はい。そっか、じゃあ初ってことでいいね、めでたい。もうよろしくお願いします。こちらこそですよ。なんかね、この作品で初めて一緒にね、お仕事させてもらうので、うんうん、まあ、現場でね、もう収録はもちろん始まってるし、うんうん、イベントもあったりもして、うんうん、あと取材もね、二人で受けたりもするから、うんうん、はい、そうなんです。意外とね、時間を一緒に過ごしてはいるけれど、はい、でも呼び名とかさ、私なんとなくともよちゃんって言ってるんだけど、私日高さんって。そうなの、ちょっとなんかさ、遠いんだよね。せっかくだからこれを機につけたりしようよ。あ、どうしよう。なんて呼ばれてるの？私は、うん、もよちって呼ばれてるところでもあるんですよ。もよち、もよち、ともよのもよ、あーの、ともよちゃんのもよちゃん、あーを取ってね、もよち、かわいい、もあるんですけど、でももよちってつけたみんなが、うん、今結構もよちじゃないよねみたいな感じで、ね、無責任な。なんちゃこちゃだから、まあ結構ともちゃんとかともやんとかともちんとか、あ、でも可愛いね。結構そこら辺でこう気ままにともから行く感じだね。そうですね。でも確かに可愛いな。ともちんも可愛いね。うんうん、ともやんにしようかな。わかりました。ごめんなさい、勝手に。
じゃあ私のことは、普段なんて呼ばれてるんですか？ちゃんりなか、ちゃんりなちゃんかと、もうね、名前より長いんだよね。ちゃんりなちゃん。でも、カジさんがちゃんりなってずっと呼んでるイメージがある。そうなのよ。じゃあ、ちゃんりなで。間違えちゃった。もうこの人デバイスさが、これはデバイスさが感じられる。これはあかん。誰が一番どうなるか、まあ、わかんない。やつやつ。やつ。おい、あれ全然。